この特別展ではアザラシや熱帯魚など島根の海に迷い込んだ生き物の標本などを展示しています。こちらは2000年に江津市に漂着した体長 6.2 メートルのミンククジラの頭の骨、調査風景とともに展示されています。またこちらは去年10月に大田市で保護されたウミガメタイマイ、本来は暖かい海に生息していて今後海に返す予定です。アクアス近くの海に流れ着いた生き物たち、そしていろいろなものがあります。そこから私たちがどんなことを調べて、調査しているのか、すごくどんなことが分かるのかということを皆さんに知っていただきたいと思っております。この特別展は5月13日まで開かれています。